ヨーロッパバイソンは、ホニューズナウシモクウシカバイソン族に分類される玉、ヒズメルイ。生息地であるヨーロッパで、ビーゼント、または、ウィーセント、ポーランドでは、ジュブルと呼ばれる。ステップバイソンとオーロックスの後輩と、ヨーロッパバイソンに至る、遺伝上のケーフズコーカサスバイソンの復元を目指して、野生に放たれたアメリカバイソンとのハイブリッドをシンアシュバイソンボナスス、モンタノスとするべきだという意見もある。 牛科の動物は自然界においても別種同士で繰り返し交配してハイブリッドを生み出してきた経緯があり各種の遺伝上の系統や関係を明瞭にすることが困難になっているアメリカバイソンはステップバイソンの一部が役と交配した子孫が一度北米に到達しおそらく第二波のステップバイソンの北米への流入を経て ジャイアントバイソンや昔バイソン等の大型種へと発展した後に小型化して生き残った子孫であると考えられる。一方、ヨーロッパバイソンは北米に流入したステップバイソンの子孫がユーラシア大陸に復帰した後にメスのオーロックスたちとの間に成したハイブリッドヒックスバイソンの子孫であるとされる。野生個体は絶滅しており、純粋種がポーランドとベラルーシの国境地帯にまたがる。 ヤオビエジャの森に、元種が、カフカース山無などに再導入されている。以前は、ヨーロッパ西部からレナ川異星やバイカル湖沿岸まで分布していた。体長オス250から 350cm、メス220から 280cm、オナガオス50から 110cm、メス45から 100cm。 肩高オス150から 210cm、メス140から 170cm、体重オス650から 1350kg、メス430から 700kg、上半身の体毛が短く、外観から次回が見える。角は、やや細長い。角の先端は内側に向かう。四肢は長い。森林バイソンの方が、ヨーロッパバイソンや平原バイソンよりも、 祖先のステップバイソンにより近い対抗をしている。なお、ヨーロッパバイソンの方が平均して脚部が長いが、同年代の個体を比較した際には、ヨーロッパバイソンの対抗は、平原バイソンと似た数値を持ち、同年代同士の比較では、体長は全体的にアメリカバイソンの方が大きくなるが、ヨーロッパバイソンの最大級の個体も森林バイソンの大型個体に匹敵する対抗と体長を持ち、 対高は2 1 0トルに達するとする記録もある。開けた森林やステップに生息する。メスと幼獣からなる、小規模な群れを形成して生活するが、大規模な群れを形成することもある。オスは単独で生活するか、若いオスのみで群れを形成する。植生は植物食で、主にこの葉や樹皮を食べるが、目、果実、チー類、キノコなども食べる。 繁殖形態は体制。7から9月に交尾を行う。妊娠期間は254から272日。4から6月に1回に1頭の幼獣を産む。授乳期間は7から12ヶ月。生後2から4年で、生成熟し、寿命は40年と考えられている。19世紀末に撮影されたとされる、生体の高化サスバイソンを撮影した、唯一のものと思われる。 写真開発による生息地の破壊、食用の乱獲、家畜との交雑などにより生息数は激減した。20世紀までにベラルーシとポーランドの国境付近の世界遺産ビャオビエジャの森とカフカース山脈の個体群を除いて絶滅した。さらに1919 19年にビャオビエジャの個体群が、1925年にカフカース山脈の個体群が絶滅したことにより、 野生個体は絶滅したとされる。ロシア皇帝が各地の動物園に送った個体に由来する個体の再導入が主にヨーロッパ東部や旧ソビエト連邦領の地域で進められている。ビャオビエジャでの1945年における生息数は12頭、1962年における生息数は40頭と推定されている。現在は世界で約4000頭。 そのうち25%がポーランド領内に生息する。各国で保護、繁殖、野生化などが行われている。ビュアオビエジャの森で採れるバイソングラスを使ったズブロッカのラベルにはヨーロッパバイソンが描かれている。ありがとうございます。